はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2、パート12ですね、やっていきたいと思います。とりあえず前回ですね、ミミズンがなんか草原団子だっけ、あ、これでね、草原団子を作ってと、言ってきておりますので、これからやっていきましょう。草原の元と肥やし、村の畑以外の草原にしたい場所、肥やしは超小さい部屋、壺に手を突っ込めと言ってきておりますので、ただもう作れたよね。どこに草原を作るかというところなんだけれども、そうか、ここを草原にするか、家の前ちょっと草原にしよう。家の前なんか泥だらけで汚いからね、ちょっとこれもう一回どかして。相変わらずもう作業場が一向に決まらないな。よいしょ。で、ここをまずじゃあ整地しよう。で、どういう風にやっていく？段差を増やすか。段差を増やすんだけど、板とかって多分草原にならないんだよね。だから板は全部ちょっと取り壊す。一回これじゃなくて、あと間違えて、ちょっと板を壊す。待って、どこまで、ここまで、この板も壊して、この板も壊すか。であとは泥で埋めていく。よし、これで一旦ここはまあ、あ、これか。よし、 OK。 でちょっと泥が大量にあるんで、泥を一回敷き詰めて、この犬何やってんだ、敷き詰めての草原作り。まあ、段差的にはこれでいいよね、別に。で、どこまで伸ばす？草原団子がそもそもどの範囲なのかっていうのを確認して、そこまで敷き詰めていくか。ここも置いて、で、草原団子もう作れ？肥やしがない。そうだ、手突っ込まなきゃいけないんだ。超すっきり、ちょっとトイレ中悪いね。待って。受け取れないんだけど、早く出てくれ。で、トイレ中ごめんね。あ、すっきりしただあ、いっぱいあるよし、15個ゲット。ちょっと草原団子作りましょう。2つ作れるよね。で、これを置くんだけれども、端をどこに設定するかだな。ここだな。ってことは結構広いね。結構広いな。ここまでいけるか。じゃあちょっとここまで置きましょう。一旦分かりやすいように。あれ、この体重のところって置けんの？あ、全然置けるわ。雨が降ってきた。で、こっち側をどうするかだな。まず、よし、本当難しいんだよね。ここの、で、次、こっからか。端が、あ、待って、調節が激ムズ。もう一個行こう。ちょっと待って、もう一個。あ、今行ったのに。はい、え、ここに置きたいんだよ、ここ。あ、そうそう、こうやればいいんだ。で、ここだから、こののれんのところまでか。のれんのところまでいけそうだね。じゃあちょっとのれん、ちょうど、あ、もう一個か、ここ、ここまで泥で敷き詰めよう。一回ちょ待って、よし、 OK。で、ここ一帯を草原にしちゃいます。まあ、家の前がね、やっぱり綺麗な方がいいんで。まあ、道路とかはないからね、別に。いや、今はないだけで、今後出てくるかもしれないけど。
最初この地道な作業から開始か。なんかやっといてもよかったかもね、これくらいだったら。始まった瞬間、ここを整地しといたんで、ここを草原にしますみたいな。結構時間かかるからね。誰かが笑っている。いいよいいしょっと、これで大丈夫でしょ。でこれを壊して、これも壊して、これも壊して、これも壊す。よし、 OK。 じゃあちょっと草原団子を2つ埋めていきます。どこだ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 。これの1個上、ここか、ここで行こう。よし、で次がここだよね。ちょっとミスるとまた変になるかな。大丈夫そうだよね。ここ OK、 やったねって。お前1個しか作ってねえじゃねえか、なんだこいつ。あ、いった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 。ちゃんと仕事してたわ。おお、これキャベツとか完全になくなってんな。勝手に回収してくれんだっけ。ちょっと出来上がるまで、ちょ、お料理欲しい、プリーズ。あれ もらえないんですけど。まあいいや、自分の分は自分で作る。それがここ、自分用のパン、へそくりパン。パン5個か。あ、ちょっと待って、すげえ腹減ってんじゃん今。パンをじゃあ回収しよう。回収っていうか取り出そう。で3つくか、3つ食えば 100% ですと。お、出来上がったね。家の前が綺麗になったんだ。てかさ、そうだよね、お風呂泥のとこで並んでたからね、そりゃお風呂入りたくなるよ。ついに草原を1から作れた。これだよ、これ。この味だよって何。草原団子があればいくらでも草原を作れる。草原団子完成した。素材は何を使ったんです。あれあれって何です。素晴らしい緑を作ったな。腐った土を破壊していけば島に緑が戻る日も遠くはない。空っぽ島に来てくれればルルの願いも叶えてやれそう。空っぽ島は最後かな。そうするとなんかいろんなところで仲間を集めて最終的に空っぽ島に集まるみたいな。お花、あ、花ないんだ。この気配は敵が攻めてくるか。じゃあ準備だね。ちょっと装備を持ってないやつがいそうなので、バラ、茨の剣1個作るか。茨の剣を誰だ、こいつは戦闘に参加しない。で千葉子ちゃん剣あるある。でこいつもあるでしょ。でこいつは戦わない。農民 C、 こいつだな、あげるよ。よし、あれ農民って1人しか戦わないんだっけ。こいつか、こいつは持って、あれわかんねえ、あとどこ、この人しかもう見えないんだけど、もはや。まあいいや、これでいこう。ハーゴン教団の魔物、本格的に農園をぶっ壊しに来た。やむを得ない、教団の者ども返り討ちにするがよい。いや、お前も呪文で手伝ってくれよ。ベギラマくらいはさ唱えられそうだよね。暴れ足りなくて体がなまっていた。よし、さて行くか。見えない、モンスターを倒せ。待って、これ城壁邪魔なんだけど。ゴリ押す、敵がいっぱいいた。ちょ、わけわかんないけど、あ、ちょっと待って、城壁がやられた。そこで城壁やられるからな。待って、これさ貯めて、ほらほら、ちょ、どうなのこれ、ほら。やばい、ヒットポイントちょっと薬草でも持ってくればよかったかな。こいつ意外に邪魔だからね、この傷みたいなやつ。城壁、うわ、城壁一発で壊されんじゃん。
ハンマーより全然強いな。敵の攻撃の方が破壊力が高い。一撃で破壊されるんだったらちょっと微妙だね。で貯める、貯めて当たったところに撃つ、貯めて撃つ。え、もう分かんねえ、分かんねえけど、ちょっとやばい、ヒットポイントがやべえな。あーやべえやべえやべえやべ、パン食うか。薬草もパンって大して回復しないからね。あと任せよう、なんかいけそうだな。まだボス戦いる、あボスいるな。はい、ちょっと俺とこないで。はい逃げろ。はい、いや待て、やばいやばいやばい、これやばいこれやばい。お、みんなちゃんと逃げるね。本当に一発だけ当てて逃げる。飲み行け、あ飲み素手のやついるな、一人。やっぱり教団に逆らうな。そこそこ知能はあるね。みんな溜め始めたら逃げる。よし倒した、 OK。 これで終わりか。レベルアップ。レベル8、最大ヒットポイントが上がった。そしてレシピ、ケイコギ、守備力16とか超強いんだけど、早く移動できる。これさ、作ってから戦った方が良かったかな。まあいいや別に。でも守備力超上がんね、これ。ケイコギって俺しか装備できないのかな。ハーゴン教団にまた襲われてしまった。残念であるが、これも仕方のないこと。そう簡単に理解し合えるはずがない。モンゾーラ教区は総督たるビババンゴ様が治めている。わしは所詮副総督に次ぎん。総督と副総督の差ってどれくらいあんの。ビババンゴ様は今は島にはいないけど、説明すれば大事のことも理解いただけるはず。いや多分理解しないよ。ビババンゴ倒してマギールが総督になるんだよ。それで行こう。マギール様、この農園の仲間です。それも面白いかもしれない。すぐにとはいかないが考えておこう。何のために考えんの。次の2種類の種、イエーイ。農園の一部が破壊されてしまった。我が輩たちももはやビルダー、修復は任せるがよい。拠点がほぼ元通りになった。ほぼって何。治ってないところがむしろ知りたいんだけど。じゃちょっと話すか。教団の連中に襲われた。みんな無事でよかった。チャコさんが大樹のお題を達成したら収穫祭やるっていうのを覚えてるか。完成までもう少し種を探しましょうと。湿地帯の東にある橋を渡った先に新しい種がある。東には教団が破壊するまで一面のトマト農園が広がっていた。あそこの地面ならまだ種が埋まってるかもしれない。ゲレゲレなら探し出せる。トマトかいいね。キビと同じく特別な育て方がある。見たことがないのでやり方がわからない。湿地帯なら知っている人がいるかもしれない。育て方も探ってきてくれと。トマトの種30個と育て方。ちょっとこっちじゃない、チャコッチに話したの。チャコッチに、あチャコにならないんだけど。教団の魔物たちを追い払えてよかったです。大樹を育てるための新しい種、種の情報を聞いた。失われたカボチャの種、密林の奥に潜むものが教団に見つからぬよう守り続けている。カボチャの種30個探してきてくださいと。ここら辺治った、あ治ってんね。直してくれたわ。じゃあちょっと久々の遠出になるかな。うおお風呂めっちゃ人気だよね。あ、覗こう覗こう。お風呂お風呂。何？なんかタオル巻いてるね。タオルなんて巻かなくていいよ。じゃあちょっと遠出をするんで、少し持ち物を整理してから行こう。ちょっと待ってね。まあ、キャベツは置いてって、パンちょっと回収します。パンでまあ、腹を満たして、で薬草を作ろう。
これ1個しかないんだっけ。で、泥系はちょっといらないな。こういう壁とかの素材は一回置いていく。っていうかさ、これ道具袋にしまえばよくないか。ちょっと待って、こっちか。これすげえいっぱいしまえるもんね。茨の剣もなんとなくしまう。あれ、しまえない。あ、これでしまうか。で、しまう。薬草の素みたいなのは、薬の墓6個あるね。パンと、パンと薬草だけ持ってけばとりあえずよくないか。パンと薬草を持っていって、あ、そ、なんだっけ、なんか作れるようになったね。稽古着だ。これ1個作っていこう。材料余裕だな。装備。よし、稽古着を装備しました。で、薬草を作ろう。ちょっとこれもう6個全部作っていく。よし、ヒットポイント回復はこれ。で、あと種か。種系は置いていこう。こいつらが勝手に植えてくれるから。確かに早くなってんな。種は、この中に置いていきますと。袋の中で、昆布とかも料理してくれるよね。小麦の種も置いていこう。肥やしも置いていった方がいいかな。肥やしも置いていっちゃおう。じゃあ、なんとなく。で、キャベツももういらない。キャベツは完全に食料と化した。キビの種も置いていく。キャベツはね、種がないんだよね。で、キビも置いていって、あれ？ちょっと待って、これはキビの種か。こんなもんでいいかな。こんなもんでいいや。で、そこから、ちょっともう指定しちゃおう、これ。ここは、キビ。で、そっち、多分全部これ、キビで埋まるんだよね。多分だけど。そうやって作りそう。で、ここも、いいや、ちょっと小麦指定しちゃおう。で、ここは、キャベツを指定する。種がないけど。もうこれで、自動生産してもらおう。で、今夜だから、ちょっとここで寝ちゃおう。すいませんね、ジバコちゃん。寝床をお借りします。じゃあ、種を探しに行きますか。湿地帯の奥みたいなこと言ってたよね。だから一回、湿地の入り口までワープしよう。さて、そこから、地図に沿っていきます。こっちの方か。ふっ、早え。いいふしょ。ただめんどくせえな。湿地帯ちょっとめんどくさいんだよね、行き方が。あ、ちょっと待って、どう行く。で、こっちか。山があるね。敵はちょっと無視していく。あそこハテナってついてるけど。あ、キメラはね、あれになる。薬の葉を落とすからちょっと倒していきたい。キメラはちょっと倒していこう。橋の先に珍しい種が。へえ。やあ人間、僕大水のネッツーさ。この橋を渡って南に行くとトマト農園がある。地面にトマトの種が埋まってるかもしれない。モンゾーラ犬じゃないと探せない。まあ、モンゾーラ犬はいるからね。東の湿地。よし、行こう。さて、おお、いきなり反応したぞ。お、マジかマジかマジか。あ、ここ。ちょっと待ってね、切り替えて、ちょっと待って、これでいこう。ファイヤー。おお、出てきた。トマトの種ゲット。また新しい種を見つけた。トマトの種、ポンペの野郎が言っていたやつだ。育て方も調べてこいと言っていた。まあそうだね。あとここもありそうだから、よし、これで10個か。こっちは倒してこう。あ、レベル確かに上げたいは上げたいからね。さっきの戦闘で結構経験値たまったな。
で、でっかいウミウシはね、経験値結構持ってんだよね。で、よし、これは便利。導きの玉。トマト農園、多くのトマト農園。あ、なんかある。お、宝箱。ありがたい。気づかなかった。あ、種か。まあ、普通の小麦だよね、これ。小麦じゃなくてさ、キャベツが欲しいんだよね、キャベツが。そんなにこやかな顔で奥様に声をかけるとはいい度胸だ。何か用か。はい。新しい胎児を育てるために種と畑作りの方法を探している。大胆なやつだな。島じゃ教団の教えが信じられていることを知ってんだろう。大胆さに免じて許してやる。ついでにいいことを教えてやる。この辺りは昔トマト農園があった場所。土の中に種があるかもしれない。もしもトマトの種を見つけたらまた来い。育て方を教えて。あ、もう持ってんですけど。それトマトの種じゃねえか。知れと思ってんじゃねえか。トマトの作り方を教えたくなるような人間がようやく現れた。畑の支柱が必要。そのまま植えるとダメになる。実が重い作物は支えるものがなく枯れてしまう。支柱を探すことが重要。支柱を刺すことか。水は土の周りに溝を作って流しておけばずっと乾かない。雨が降っていれば水はやらなくていいけど、時間が経てば乾いてしまう。俺の横にある畑で一度トマトを育ててみな。畑の支柱はこの辺りの地面にぶっ刺さっている。取ってきて使えと。トマトを育てるには畑の支柱を立ててから種を植えよう。支柱を使ってトマトはすくすく育つ。ほうほうほう。これか。こん棒みたいなやつだな。主婦は忙しいわ。多くは偏食で困るわ。お料理作りが教団にバレたら大変。果たしてばお料理疲れと気づかれて今にも倒れそうだけ。謎だな。ちょっと支柱を探してくるか。さっきとかあった。ここにあんじゃん。これいいんだよね。一応全部回収して ここにあるやつは。はい、7本。あれ、さっき手に入れたの。なんか すでにいっぱい持ってんな。でここね、で置く、で置くでしょ。でここでトマト植える、植える、植える。お、ひょっとしたらこれでトマトが育つんじゃないかと。多くの野郎に知らせよう。お前偉いぞ。うまいことトマトの畑を作れたじゃないか。それでトマトが育つはず。マギールが言ってたトマトの育て方は分かった。そのハンマービルダーだな。心配するな。俺は教団とは関係ない。昔からここに住む地元の魔物とかそんなんいるんだ。昔々とあるビルダーが開拓した。島はそいつのおかげで栄えた。寝ぼけ顔でむっつりスケベなやつだったけど頼れるやつだった。そいつが作ったトマトの味が忘れられない。自分じゃうまく作れない。植えたトマトが育つのを楽しみに待たせてもらう。島にもっともっとトマトを作れ。俺のこの太い指じゃ植えられない。お、トマトの種ゲットした。やったぜ。いっぱいもらえたな。東の洞窟に畑を作るのに便利な肥料について知ってる奥がいる。ああ、なるほど。お前には特別に湿地帯のことをいろいろ教えてやろう。もう一度声をかけなさいと。お、なんかひらめいた。あ、支柱ね。まあこれですぐ作れますと。もう一回話そうじゃん。奥様が湿地帯について説明してやろう。はい。後ろの灰色の岩山を抜けると密林地帯。リリパッドの巣。リリパッドは人間に友好的。木を作ることにも詳しい。密林に行ったら話しかけてみようと。密林を抜けると破壊してあるけど墓場半島。不気味でおっかねえ場所だが、半島の奥の墓場に作物の種を集めている変わったやつがいる。あとはさっき話した肥料について知ってるオーク。そいつはここから東の洞窟の中にいる。場所も近いし肥料があればトマト作りもはかどる。行ってなかったら必ず行ってみろと。よし、じゃあ行くか。軍隊ガニみたいなのがいいな。こいつ倒していくか。おなんだなんだ。ちょっと溜めてるの大丈夫。お、仲間を呼んできた。あれ、どれが軍隊ガニ。こいつなんだっけ。マドハンドもいる。溜めすぎるとダメなんだっけ。溜めたままずっとっていうわけにはいかないのか。あ、こいつあれ持ってんだ。そういえば
草原のやつ。あれ、なんか戦闘してる。最後はもらった。じゃあ東に行きますか。東っていうか、あれ、ちょっと待って待って待って、あっちか。あ、キメラがいる。あ、しかもハテナもいる。こいつらはなんだ、トマトの種があるでちゅう。マジでトマトの種が埋まっている。レモンゾーラ犬なら探せると思う。それだけ。どこにあるのか教えてくれよ。こいつか。あ、ちょっと待って、ワンワンした、ワンワンした、ワンワンした。この中かい。あ、こいつがいるよってこと。俺悪いオークじゃない。自然を愛し自然に愛された自然派オーク。お前トマト育ててくれた、いいことを教える。野菜を早く育てたいと思ったことないか。人間は臭い粉を畑にまいてた。臭い粉は多分肥やしと小麦で作れる。臭い粉はもう一度見たい。臭い粉は持ってきて、まずは俺に見せる。置いてきちゃったよ。新たなレシピをひらめいた。これで肥料か。なるほど、肥料を作ってみろって言うけど材料がないっす。あ、何か持ってそうだ。こっちは畑があるね。こういうちょっとしたやつって何なんだろうな。一応ここでも休憩できるよ的なやつ。なんでこいつ、俺臭い粉気になる。心当たりあれば持ってこい。まあいいや。トマト探しをしますか。まずはトマトが集まったらちょっと戻るか。あ、しびれクラゲ、はい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 、しびれた。こいつ何持ってんだ。何も持ってねえな。あれ、犬どこ行った。犬が、あ、いた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 。おおお、いいねいいね、見つけた。あ、この畑みたいなところにあるね。ここでさっき多分支柱手に入れたんだな。いい、あれ、いいよいしょができない。あれ、ちょっと待って、これさ、どんだけ貯めればいいの。おいしょ、これで25個か。で、27個。あと3つ。これさ、あ、あっちに。ちょっと待って、こいつは下げたぞ。多少のレベル上げもやっぱりしつつ。よし。あれ、まだいる？なんで、なんでしびれたの俺。おおおおおおお、いいねいいね。あ、ここだな、多分。こっちから普通に破壊していこう。よし、30個これで集まるね。 OK。 あとここにもあるか。よし、だいぶ集まったな。一応支柱もパクっていくか、せっかくだから。これで、これでちょっと待ってね、一回帰っての、肥やしと小麦だよね。おお、ちょっと話そう先に。トマトの種を見つけた。オークに育て方も聞いた。育て方はバッチリ分かった。よし、達成。で、そこからすげえハートがあんな。小麦を回収するか。まあ、取り出すのは正直10個あればいいよね。10個取り出して、肥やしは5個でいいか。でも肥やしに合わせて取り出せばよかったな。で、これでレシピをひらめいたと言っているんで、ちょっと待って、あいつまたなんか言ってんな。トマトの種、あ、そっか、育てなきゃいけないのか。見たことがないから育て方はわからぬ。ちっちゃいで学んだ方法を、そ、だって言ってた、教えてくれみたいなやつ。島のことは何でも知ってるって言ってなかったっすか。案外抜けてるとこあるんすか。ほぼ知ってると言っただけ。ここで魔法となると家がぶっ壊れるんだけど。畑の支柱について聞いてきた。
よし、トマトをもう、じゃあ畑をそもそも作らないといけないからね。ちょっと待ってね、金の根でハート集めよう。もう101個、肥料もまあ気になるんだよな。まあ肥料も気になるけど、ここでトマトを育てながら、ゲッ、来た、待って、ここの防衛線弱えかんな、これ破壊された。スピード勝負だよこれ、マジで。あれまだいる、あっちにいんじゃねえかよ、逃さん。クソ、白壁速攻で壊されんな、マジで。ワンプッシュだからね、本当に。この分しか持たないから。いやー、なんかすげえ強い城壁みたいなのないのかな。ではもういいや、ここも畑にしちゃおう。じゃあかかしだ、まずはかかしで、あれなんか変な魚持ってんだけど、イワシとか持ってんですけど、いつの間に。でこの草原地帯もいいや、畑にしよっか。せっかく草原にしたけど、場所がないもんだって。ちょっと待ってね、あとその位置的な問題、もう一個、ここに置いちゃおう。畑耕してくれ、よろしく頼む。ちょっと段差が気になるけど、もういいや、そこまでこだわってらんないので、時間が来ないと、あ、そうか、作物育ててくんないから、先に、しまった、肥料を作ってない、作業台はなかったよね、あそこ。作業台たまに置いてあったりするんだけど、作業台はない。ちょっともう一回戻ろう。いや、ワープ機能ほんと便利だわ。ちょっと作業台で、これか、肥料ちょっと5個くらい作っとこう。よし、 OK で、多くのトマト農園、からのちょっと肥料を植えてみるか。ああ、これ何、このマス分だけいけるのか、なるほど。じゃあ1個でよかったな。あれ、こいつじゃなくてあいつに言うんだっけ。いや、いや、もうよし、ちょっと行ってくるか。あ、すげえいっぱいいる。これ一問大事でしょ。やっぱ解除されて、ジャンプとかすると解除されちゃうんだよな。防御力はまあ一応上がってるのか。よし、あそこに軍隊ガニがまたいるね。しびれクラゲ、はい、しびれた。あ、こいつだ。イワシ持ってる。なんか今イワシ貴重だからな。少しヒットポイントがやばくなってきたな。やはりそこそこの攻撃力を持っている。見て、約束を。で、こいつも倒すか。しびれ結構うっとうしいな。持ってきましたと。臭い粉作れたのか、お前なかなかやるな。臭い粉、寝床の奥にある畑にまく、早速実験。お、そういうことね。ちょうど肥料分の大きさだ。はい、臭い粉畑にまいたんだな、お前臭いど。解説とお礼してやる、こっちに来る、こっちに来いと。臭い粉土にまけば腐葉土ってやつになる。腐葉土は野菜が育つ速度が上がる、いつもの4倍。いいね。作物だけじゃなく木だってあっという間に育てられる、うまく使って自然派ビルダーになるんだと。よくあの臭い粉簡単に作れたな。俺綺麗好き。すでちゃんあんな臭い肥やし触れない。お前本当にすごいやつ。なんかバカにされてんな。すごいやつにはこれやる。よし、トマト。
実は俺自分の寝床の横で臭い粉使ってトマト育てたかったけど俺綺麗好き、それに指太すぎて種うまく持てない、だから諦めた。肥料をまいてみようということで、肥料を使うと土に栄養が行き渡り地面が腐葉土に変化する。ほう、なるほどね。よし、これであと、あそこにマークができてるね。トマトってこれまだできてないな、花がなったからそろそろ実がなるか。まあ、その間にこいつと話しておこう。疲れには甘いものがいいって言うけどどこかにないかしら、本当はないなら作ればいい。キビを火に入れれば甘いキャンディーができる。え、キビも置いてきちゃったんですけど、こいつ殺していこう。あ、ジャンプすると解除された。はい、敵一体だ。お、いっぱい来た。ほい、回転切りはもうちょっと範囲が広ければね、すげえ役立つんだけど。え、トマトってさ、すげえ時間かかんね。一応これだって4倍でしょ。ちょっとトマトできてからトマト回収したい、せっかくここに作ったんだから。あ、その間にこいつは倒そう。あ、ダメだ、段差がいけなくなるな。ってことはやっぱここで貯めて、はい、こいつ昆布持ってんだ。なんか昆布なんでいっぱいあるんだって思ったけど、こいつらが持ってんだね。あ、できた、トマト。よし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 、トマトゲット、食べてみよう。 10% がまあトマトだからね。では一回拠点に帰ってキャンディーも調達してこなきゃいけないから。お、畑ができて、ちょっと草原草がなってるな。あれ、草原ってもしかしてさ、ほっとくと草が生える。ちょっとここ耕してもらいたいんですけど。あ、そうか、あ、草生えるね。もう夜だから仕事してくんないんだ。じゃあちょっとキャンディーだけ取り出して、あれ、もうそろそろいけんじゃんこれ。よし、ビルドレベルが上げられる。キャンディー、キビか、自分で作ろう。1個でいいや、1個でいいよね、本当に。でちょっとキビ取り出して自分のところで作ろう、俺専用のここで入れ、トマトも入れられんの。まあいいや、何になるか分かんないけど。で料理する、あとは朝まで寝よう。で畑耕してくれるの、ま、あ、ビルドレベル上げるか、ビルドレベル上げて畑を耕してくれるのを待ってトマトを作って、でそこからキャンディー持って向こう行こう。ん？あ、そっか、支柱。え、ちょっと待って、トマトってさ、なんだっけ、水が必要なんだよね。畑の大きさっていうか形を考えないと。ほら、城壁に穴が開いている。あ、レベル4マックスだ。住人たちがとてつもないものづくりに目覚めそうだ。新しく来た、もはや誰が誰だかわからん。そうか、じゃあビルドレベルはもうこれでいっぱいなんだね。ここは木の屋根、屋根天板、木の屋根、窓飾り、屋根飾り、ここら辺なんか難しい。農民服、守備力10、
え、飲み服ってさ、みんな着てない？こいつらみんな飲み服着てたのか。木の屋根飾り。この島では大体のものは作ったが、空っぽ島で屋根付きの家でも作るか。とてつもない力に目覚めた気がする。物を作りたくてうずうずする。一体どうしちゃったんでしょうか。なんだか知らないがやる気満々。物作り欲。いつか必ず生かせる時が来よう。その時は楽しみ。金の根に引かれて新しい仲間も来てくれた。じゃあ話すか。仲間に入れて。これは一体、まさか大樹、農園、教団が禁止しているものづくり。みんなで農園を作っている、ビルダーとして。教団に知れたらどうするんだ。みんな同じような帽子で見分けがつかねえかもしれねえけど、おいらたち前の金の根できた農民。もう一度金の根を聞いて目が覚めた。今日からビルダーになる。お前たちはそうでも俺たちはビルダーなんかには。それらはもういい。ものづくりはとっても楽しい。なんてまっすぐな誘い方なんだ。モンゾーラ農民の子孫の名にかけて。で、戦闘に参加してくれる人と戦闘に参加してくれない人の差が分かんないな。男は参加してくれんのかな。あ、マックスになってんね。ちょっと待って、ここ耕してください。みんな飯に行ったな。飯が先か。あー、やっぱり一面小麦畑になってんな。キャベツのところだけ回収しとこう、なくなるまで。やっぱそうなるよね、その歩く道がどうとかって。全然関係ないわ。キャベツ全然足りない。ちょっと植えたままにしとこう。数的には大丈夫だから。トイレ覗こう。トイレ2つ、風呂が1つで機能してないんだよね。てかさ、五右衛門風呂ってさ、五右衛門風呂だけもう1個作ってみようか。ここ多分その小さいあったかお風呂じゃん。ただのお風呂って作ってみる。ちょっと五右衛門風呂1つ作ろう。五右衛門風呂、あれ、これなんか足りねえ。あ、小屋しか、小屋しは手突っ込めばすぐできるからね。じゃあちょっと、そんげ木材が結構必要だった。いいや、五右衛門風呂1個作って、で一応たらいも作っておこう。いや、これは趣味的な話ね。ちゃんとたらいもあった方がいいよねっていうことで、座るとこもこれ多分用意されてるもんね。これたらいでしょ。あとこれと、あ、これもか。あとなんかこれもあった方が良さそうだね。ちょっとじゃあ植えてくれるまでは、あれ、作業してくれてる。壁掛けタオル、あと布袋か。と椅子。あ、よし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 、ここは作ってくれたな。じゃあ簡易的な風呂場も作りたいけど、ちょっともうスペースがねえな。ここみんなたかってるよね、倉庫。じゃあまずはトマト。ちょっと待って、トマトの作り方、水を流さなきゃいけないから。え、ちょっと待って、どういう風にする。ここ一列トマトにして、ここまでね。外壁は水で流しちゃう。外壁水で流して、いや難しいな。ちょっと待ってね、ここやって、ここ水流し、うわ、鬱陶しい。これでもね、スピード勝負だから、マジで。させん、やらせはせん、やらせはせん、やらせはせんぞ。やられてる。あれ、まだいる。あれ、どこにいる。よし、木にちょっと少ないから回収しておこう。
でも一農園地帯で相当数は手に入るな。よし、回収完了だな。これで回収っていうか OK58 個。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。まずじゃあ外壁やっちゃおう。これじゃなくてで、こうで、ここ壊すでしょ。でここも水を流す。トマトの種ってさ、そんないっぱいあったっけ。そもそもまあいいや、気にしない。形を作る。まずは形から入る。よし、カカシが若干邪魔だな。これ育てればさ、カカシって、あ、でもカカシがいないとそもそも土を耕してくれないからね。来た、カカシのところやってくれる。ちょ、お前らここも耕すんかい。ま待て、今から水を流すところなのに。待って、これさうまくやらないと隣のところまで壊れちゃうから。いや、ここも流そう。でこうでしょ。え、待って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 、ここか。で、え、でちょっと待ってね、なんか失敗したかな。確実に全部行き渡るよ。行って壊した。あ、でもこれってさ、土だからさ、取り出せばなんとかなるんじゃない。土ってどこにある。あ、これか。ちょ、これいらない。これ置いて、いや育ってねー。なんか難しいな。変な形になっちゃった。ここ、いや違う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 、ちょっと待って。いや待って、変だな。変だよこれは。形はなんかあれだけど、マジ変だわ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか変。やっぱ俺のあれに合わない。一番外はだから、一番外トマトにしちゃっていいのかな。超悩むな。難しいぞ。水を流さなきゃいけない関係上、用水路みたいなのを確保しなきゃいけないってことでしょ。ちょっとしかもさ、耕してくんない、いいや、耕してくんないのは後で勝手に耕してくれるからいいとして、まずは形作りだよ。形作り、こうなるべくなんかこの島みたいな感じにならないようにしよう。なんか小島が2つ3つあるみたいな、そんなあれになっちゃってるかな。でかつ水が行き渡るようにっていうことを考えて作っていかないといけないから、ちょうどぴったりだったな。あそこにあったけど、いや、ちょっと待ってね。じゃあここ水流す。あ、ここがないじゃん。待って、難しいぞこれ。いや、なんかこういう感じで流す。いや、ダメだな。いや、難しいぞ。どうすればいいんだ。水が全部行き渡るように。
やでもさ、つなげないとそもそも無理だからね。なんかいいや、もうここ植えて、ここやって、ここへの中がね行き渡らないから、やっぱりさっきの形が一番ベストなのか。来た。お願いします。うん、ちょっと待ってね、ここすげえな、ちょっと分かんなくなってきた。なんかいいやん、こう2段構えでいこう。ちょっとみんな去ってったんだけど、俺が破壊してるからな。これでこことここはいけるようになった。え、ちょっと待って、そうすると真ん中が開くな。もういいや、これでもうこれでいきます。ちょっともう俺のなんていうの、その数学的な力は全くないんで、これでトマト植えていこう。外壁にまずトマト植えて全部。で、中に水を流し込んで31個か。意外に少ないかもね。こうやって植えるでしょ。で、残りが7個か。で、ここに水を流し込む。ちょっと間違えちゃった。しかも植え散ったよ。よし。で、あ、支柱立ててね、しまった。待って、でも育つまで結構時間かかるからな。ちょっとあるだけの支柱を立てよう。ちょっと待って、支柱20個ぐらい作ろう。支柱作りをしよう。おいしいおいしい支柱を、木材だな。10個作れる、これ10個作れねえじゃん。いや、作れるだけ作ろう。8個、あげ80個作っちゃった。まあいいや。支柱畑。よし、 OK。 でここに水を流し込めばいいんでしょ。邪魔。あ、芽が生えてきちゃった。赤くて丸くてとても赤いらしい。なんだそりゃ。収穫祭、ものすごい格好して朝まで踊り明かす。いや、タオルでいいじゃん、タオルで。トマトをじゃんじゃん育てつつ収穫祭の準備を進める。よし、ちょっと待って、俺は水を流したいのよ今。でこれでジャバと。よし、 OK。 でこれなんかさ、やっぱ変だわ。で、あとここのだから外壁もトマトを植えられますという感じにしたかったんだけど、なんかよく見りゃ変だね。まあいっか、とりあえずじゃあやっぱり風呂、ミニ風呂作ろう。もう一個切り替えて、板だな。そうすると、いや木材が足りない。いや、ちょっと風呂後で、先に多くのトマト農園行ってキャンディー渡してこよう。
なってるかな。なってるね。ちょっとここを参考にしよう。あ、でもね、用水路が結局さ真ん中にあるからさ、もしトマトを回収しようとすると結局この用水路に行かなきゃいけないんだよ。こうやってそれは不便でしょう。だったら外壁にやってさ、その何、水に浸からないでトマトが回収できる、そういう風にしたいんだよね俺。キャンディー、いいよ。キャンディーなんてすぐなくなるんじゃん。あ、トマトの種ありがてえ、超ありがてえこれ。よし、オッケー。じゃあこれでトマト関連は一回終わりかな。拠点に帰ろう。で、トマト料理できんのかな、ちょっとそれも作ってみたい。せっかく新しいね、作物ができたんで、キビ回収してね。トマトをぶっ込みましょう。じゃあこっちにトマトを入れま、ちょっと待って、食っちったよ。よし、さてじゃあその間に、あ、肥料か。あとちょっと肥料も作ろう。肥やしが足りねえな、回収してくるか。おお、いっぱい14個、もうちょっと欲しいね。あ、でも肥料ってあれか、マス目結構いけるからね、いけるからねって、これ無駄だよねって。作り方的に、ただまあ個数は作っておくか。肥料5個、はい。でこの8個をうまくまく、うまくまく、うまくまく、ここ行き渡ってなかったな。しかもさ、わかんねえんだけど、足りねえ。いや、ちょうどいい感じにならないね。使い切った。もういいや、こっちの方。いや、せっかくだ、作れるな、作れる作れる。2つか。トイレはすぐ溜まるからね。じゃあここ。あとはここら辺？いや、これで。わかんねえ。そこから風呂作りだ。あ、なんかできた。あ、これも野菜炒めかな。高級野菜炒め。食べてみよう。お、25%。結構回復すんね。ただお腹減ってる。よし、オッケー。これちょっとまた、ものづくりはちょっとこっちの方でやろう。草原の端の方で。悲しいけど。で、あとまた木材か。木材調達をしてこなきゃいけないので、本当はな、なんかこ、あれ、ここなんで開いてんの、なぜだ。失敗した。隙間風寒そう。で、ここもやんなきゃいけないんだよね多分。あれ大丈夫？え、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかおかしいぞ。ここに来てなんか一回ここ壊そう。で、こ、いや、ここでつなげちゃおう。はい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 。で、はいはい。あ、幽霊と戦ってる。で、まあ、簡単に言うと部屋に備え付けられているお風呂みたいなのを作りたいのよ。なんか旅館とか行くとあるじゃないですか、大浴場と部屋にある小さいお風呂みたいな、そんな感じにしたいんだけど場所がないんだよね。すげえいっぱいな。ここはもう左右をトイレにしちゃったから、
位置的にもうスペースがないんだよな。スペースがない。ジバコちゃんの部屋とか俺の趣味で作ったからな。いやでもジバコちゃんは活躍してあげてる、活躍してるから部屋を作ってあげたいっていうのは一つある。でも農民ってもうこれ以上増えないのか。だからもうちょっとだけこっち拡大して一番奥に小さい風呂場を作る、まあ、それは後で考えよう。木材調達する。よし木材調達しよう。じゃあ寝て朝を迎えて終わりにしましょう。よし食、うわーババンゴの実。ちょっと待ってね、これだけ、じゃあこんなところにこれだけ排除しておく。であっち側、ちげできてねえし、あできたか、オッケー。この用水路、あ、育った。ではではでは、あ、1個だけか、大丈夫そうだね。というわけで、じゃあとりあえずトマト関係のイベントが終わりましたので、次回はじゃあかぼちゃ関係、やっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。